皆さんこんにちは、もういくつ寝るとお正月っていう歌ありますけど、あと2回寝たらお正月ですね。いよいよ年末で慌ただしい時間を皆さんお過ごしのことと思います。でも今日の夜12月30日午後7時からですね、宇宙の父ブースカさんを迎えて、ヒロシキャスを配信させていただきたいというふうに思います。民主党政権とは何だったのか、特に鳩山政権の検証をすると、鳩山政権がつまずいた辺野古移設の問題、最高裁までね、玉城デニー知事は上告をしましたけれども、強引な手続きが踏まれるということになっていくわけですが、鳩山総理を外務省は嘘文書で騙していたというようなことについて解説をします。たくさんの人に見ていただきたいというふうに思いますし、鳩山政権は官僚の嘘によって潰されたと。で、その後できた自民党政権は裏金作りに精を出していたと。どちらが国民の方を向いた政権であったのかと。そして今私たちがどういう政治を望むのかということをみんなで考えたいというふうに思います。皆さん、ぜひ見てください。地上波のお笑い番組も面白いですけど、でも今この危機的な政治状況、自民党の先生方はご自分たちの懐を肥やすのに忙しかったと。だから国民の方を向いていなかったということが明らかになった今ですね、私たちがどんな政治を来年に向けて作っていくのかということを考える時間にしたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いします。